毎度,毎度買いましょうか売りますよペーパーのねあの試作できたら150万枚ぐらい、まあ、美容学校の生徒がね300人ぐらいいたら1人5,000枚使うんだったらまああ,のあれでた束だよねそしたらすぐに150万枚ぐらいっちゃうかんねでこれがねこの話がうまくね全国の美容室が下巻きねあの美容学校が下巻きで。 2枚ペーパーでやるんだなんてなったらね多分1億枚単位で作ると思うんだよねそれでもねいいくらも儲かんないよ、ね、儲かかんんんななよだだよねねさだだけ売れるとなったらね特許でさ抑えるわけいかないからね寸法的な問題だけだからねだからまあ誰でも真似するからねあっという間にあのもういろんなメーカーが真似して作り出したからまああんまり在庫抱えてもねもう本当に薄利多倍じゃないと。 売れないいっていうのあの100万枚程度でね作ってくれんだったらいや作ってもらってもいいんだけど多分足元見て結構試作だから高い値段ふっかけられるよねそれが長く続く商品だったらね継続的に、まあ、割引ってのはあるだろうけど単発仕事だからね結構足元見て高く取られちゃうよね。<laughs> いや話はそうじゃねえっていやれい先生も美容学校の あの子供たちに教えてみろって自分が教えられることはもう本当に少ないよそれは分かってんだよねまあ自分はねこういう性格だからねあのルールっていうの使用書を見てねあの反則でなければ反あの全部上巻きで巻いていいわけよ下巻きなんかすることないよあのウィッグさ直角に倒しといて今の直角に倒せるからねその状態であの。 でしかも高さが変えられるからねウィッグ一番高くしててねほんで全部上巻きで巻いちゃえばいいんじゃないの下巻ななんかやることないんや。また国家試験のね合格規定だかなんだかに全部上巻きで巻いてはいけないとかって書いてないわけだからね全部下巻きで巻けとかそんなことも書いてないわけだからそんなの自由なわけよ。だいたいそもそもさあのだからこういう性格だからね下巻きをさ折らないで巻くってのはナンセンスなのよ。 うん、だからそのナンセンスなんだから別に首を直角に曲げるというナンセンスだろうが何だろうが関係ねえだろうとナンセンスにはナンセンスで対応するとだから首になるよねだけど実,実際さ何人かはパーマーがかける最中直角に首曲げちゃう人いるからねま縮、あ、宿毛矯正の時一人いる,いるうちもお客さんであの毛染め塗る時も首がもう本当に下向いちゃってる人がね <laughs> カットの時もいるからね の首がもう上に上がんない人ね。だから、そんなパーマの巻き方ありえねえだろう。っていや。実際現場だとあるんだよね。<laughs> こういう性格だから、まあ首にされちゃうよね。はい、お疲れ様でした。